はい、皆さんこんにちは、グツでございます。充電がね、充電、オッケーで、ね、今回ね、ジャガーバターをね、もう一回、グツでございます、イエーイ。ね、今回ね、最近ちょっとゲームやってない僕なんですが、エウさんと一緒に、エウさんと一緒に、今回ね、ジャガーバターをね、作るんですよ。たまにね、エウさんがね、学校で、じゃがいもをね、結構持って帰ってくので、普通にじゃがいも料理飽きたんで、こちら、ちょっと見にくいんやけど、蒸し器、いろんなね、鍋の蒸し器を買ったんですよ。これですね。で、昨日ちょっと試したんですけども、こういう風に、あとここにザルがついてて、パスタ湯がけるやつとかも、できます。で、これがね、これを鍋をこう入れたら、水を入れて、これでね、ジャガバターいうか、いろんな蒸し器になります。で、これに、今からね、洗ったじゃがいも、麺はね、取ってます。で、これね、あらかじめ軽く洗ったじゃがいもね、よく洗ってくださいね。麺を取ってね。で、これに、包丁はね、気をつけてくださいね。十字に入れます。で、手、危ないんで、こうやってね。で、結構深いとこまで入れた方がいいですね。で、十字に。こうね。で、僕はめんどくさいから、こう。一回引いたら切れるので、上からちょっと軽く。全部いっちゃダメな。この途中で、この半分ぐらいまで。あの、浅いとね、割れないんですよね。割れないか、皮はめくれるけどね、こう4つに切れないんで、深いとこまでいった方が多分いいと思う。で、これで、これでね、こんだけ用意したんで、で、一応ね、バターも凍ってあるんですけども、バター出してない。ややさん、冷蔵庫から、先に、このね、鍋に水を入れます。で、水をね、入れたので、だいぶね、線より上にね、入れた方がいい。あんまり上すぎると今度は沸騰したのって水浸しなんですけども、だいぶ上にじゃないとカラカラなんで、蓋閉めて、ここにじゃがいもを敷いて、沸騰してからね、沸騰してから入れた方がいいんですけども、まあ、めんどくさいんで、ほんまに。ほんまはね、クッキングシート入れた方がいいんやけど、別に入れんでもね、ちょっと試してやってみていけたので、だいたい十字を上にして、ふざがんように、ほんまに。このぐらいここに。きれい。え？きれい。4時2分。4時として、4時2分やから4時として30分ぐらい磨きます。行ってきます。これをね、ふざをして。これで30分ぐらい。で、火をかけます。本当は沸騰してからじゃがいも入れた方がいいですけど、もうその前に、じゃがバターをね、したいんですけども、じゃがバターだけだと飽きるので、こちら用意しました。チーズです。で、このままチーズを、こういうものがあるんですよ。チーズフォンデューの、メーカーっていうのがあって、これだいたい500円ぐらい。ちょっと高いんですけども、まあ、こっちがだいたいブロックなやつが500円ぐらい、だいたい1000円ぐらいで、チーズフォンデューが作れるという。これができちゃう。ちょっと開けておく。で、
まあ、簡単に言うと、レンジで、一人、そう。当たり前、一人、チーズフォンデュー。そうそうそう。チーズフォンデューができちゃうんですよね、これ。もうちょっとちゃうかった。もうちょっと大きいかなと思って。え、じゃあ、これをな、上からジャガーの中にかけるんだよ、これ。で、ここ開けて。あ、こんなんなんそう。この中に生きるんや。あ、そういうことね。何個これやって、切らなあかんやつ。何を何でもいいの。あ、チーズ切らなあかん。チーズはガラッキー。これか。セットなってんの。え、違うよ。これ入れたらいいの。ここにチーズはね、これね、この、なんていうのかな。このチーズを、これを、まあ言えば、切って入れて、レンジでチン。レンジで、どれぐらいチンしたらいいのかな。レンジで、変えてね。セッティングシート。セッティングシート。チーズの、でもだからもう。かわいい。500ワット1分30秒できます。で、目玉焼きとかね、これ、あの目玉焼きの、このシートついてんやけど、パクって、このシートに、目玉焼きができる？出てきてくる。で、これ、目玉焼き入れて、塩入れて、ちょっと穴で開けたら、出来上がる。レンジで。これすごい。で、チーズフォンデュもこれ、こんな感じで。メーカー使ってレンジ。これパチカマでもこれで目玉焼きできたら、できたらいいんだよ。チーズを、あ、切れてるやつや。切れてるな。よく目玉焼きするから。切れてるやつや。間違えた。まあいいか。これでもできる？できる。よく目玉焼きするから、これでいいのもいいじゃん。切れてるから、これを、丸まま買おうもとか間違えとかあったから、剥いて、ちょっと待って。あ、いけんじゃない？いけるよ。贅沢やつ。白いチーズ美味しいな、これ。あ、いいよ、美味しい。美味しい。トカチやから、絶対な。トカチ？トカチチーズやから、絶対。トカチチーズ。これやったらもう絶対に包丁で、なんで、うん、包丁倒せない。あ、こっちやった、なぁ。でも1個いかなあかんと思うね。1個の体勢になってた。いけるかな、この、この、向こうか、向こうか。向け向け。あれやね、あれや。え、ね、蒸し器のね、あれがまだ新しいからね、ちょっとパキパキ動くの。あれ問題ない、蒸し器の使ってんですね。で、沸騰したらね、蒸し器の方が沸騰したらちょっとね、中火で、コトコトと。大さん、時計見といてな。4時半ぐらいまで。あ、いいよ、まだいい。こんな感じで。本当は丸のやつをこうで、包丁で、ね、切って、やるのが一番いいんですけどね。もうちょっと強火にします。ただなったらいいですか。で、あんだけじゃがいもに出たんで、これね、これ茹でたりが今ふかしてるので、これバターとね、火の塩で食べたらすげえ美味しかったんですね。塩はね、ちょっとあり。これ伸びる？伸びちゃう？伸びるよ。すごい。すごい。これをね、やっていきます。ほんで、このまま時間長引いてもしゃあないので、このままね、ジャンプします。カットして、ね、ジャンプします。はい。じゃがバターの続きなんですけども、出来上がりました。40分、まあ、30分ぐらいなんですけども、ちょっと40分した方がいいかな。いい感じに入ってる。で、こうね、これ開き、ほら、こういう風にね、この開いたところにバターを乗せるんですよ。んで、いい感じ。八重さん、どれ食べたいの？え、綺麗な。どれだね。すごい。
言いたかったのは、よし、これに、チーズフォンデュちょっとね、やりすぎちゃって、出ちゃってんのよ、ここから。この穴からね。で、電池がすごいことになってる。で、これを、で、あ、でも、あっつ、あっちち、これはあっつ。こんな感じ？これ、なんかやりすぎない、ちょっとやりすぎない。ごめん、ちょっとやりすぎたかもしれん。これをね、ヤエさん昨日バター食べたやんか。昨日ね、僕らバターと塩を食べたんで、これをさ、さ、あ、でも溶けてないな。これか。あ、でもいったかな。もうちょっと伸びへんの。あ、もうちょっとするわ。食べた。ちょっとね、あれやな。もうちょっと食べた。もう2分ぐらいしてる。なんかいいよ。あ、でも。レンジ回してる。2分だ。美味しい。チーズ美味しい。チーズは割と、これさ、すごい。ねえ、戻った。おまつけ食べに行くの、ここに。これを食べます。どうしよっかな。食べます。いいです。食べます。チーズかかってない。まあ、チーズがこんなっちゃう。薄な。そしてこんなもん。美味しい。なんかチーズクリームのやつかな。あ、でも美味しい。いい匂いするな。うん。食べてから食べよう。昨日食べたのが、これに、こうして、ご飯分あるでしょ。で、ここにさ、今、熱いうちにこれをね、こう切れてるやつ。こういう風になってるんだけど、ここに切れ目を。切れてるやつは、もう切れてるので、これをね、ここにこう。時間経っちゃってるな。こうやって溶かしながらこう。大丈夫。やりにくいな。ここね、溶けてくるんですね。溶けたところ。チーズとジャガイモ塩食べたら美味しい。うん、美味しい。で、ここに醤油とか垂らしたら美味しい。醤油垂らして。いや、うちチーズの方が美味しい。チーズの方が
もくもくって美味しい。うまい。美味しい。わかる。美味しい。ホクホク。うん。やっぱりジャガバターはうまいの。秋とか食べてる。お父さんの一番食べたかったジャガバター。よくさ、祭りとか夜店行ったら、たまにはね、あのジャガバターの。今年も一緒に行く、うん、行くよ。行きたい。あのジャガバター食べたい。うまいよね。それを食べるの。で、たまにチーズのやつあって、あれも美味しいね。これもうまい、ね。去年何食べたジャガバター。普通の塩と、あの、塩と、チーズもあった？チーズもなんか場所によって、それと。食べたい、食べに行きたい。こんな感じで、皆さんもやってみてください。チーズもチキンはだいたい1200円、あ、僕1500円かな、1500円ぐらいで購入しました。で、ね、コーナーとかに売ってますので、そっちの方が手頃かな。あんまちゃんとした食器とか見に行くように。あの、機材見るより、もうね、コーナーで揃ってるんで。で、じゃがいももね、手頃な工程で、バターだけで美味しいんで、うん、やってみてください。以上です。グズでした。ヨヨでした。また見てなー。